ってことじゃないよね。うん、待ってた。え？お前を待ってたんだよ。え？ちょっと来てくれ。え？最初に言っとくけどな、僕はバレンタインだから待ってたわけじゃ絶対ないからな。たまたま今日がバレンタインだっただけだからな。じゃあなんで待ってたの。なんでって、ごめんあの時はごめんけど、ああ言わせたのは前にも原因はあるんだからな。私が、お前が彼氏はいないって言ったから、お前が告白してきた男にそう言ったろ。だから僕は。なんで知ってるの。たまたま見かけたんだよ。お前僕のこといつも好きだとか言ってたくせに。だから。だってしょうがないじゃん。え、私ゆきくんのことすごい好きよ。それは中学校の時から変わらない。だけど私がどんなに好きでもゆきくんが私のこと好きじゃなきゃやっぱり彼氏なんて言えないよ。なんか脅迫してるみたい。あの全然私あの片思いでも全然大丈夫だし、あでも両思いには、ま、憧れるけど、でもあそうだ、ちょうどよかった、これバレンタインのプレゼント、どうかな。僕、つい。